ダンの無病気機ジョン・ウィリアムダンは、イギリスの航空エンジニア、軍人、試作家、デューンとも表記するが、発音はダンの方に近い、JW ダンと略されることが多い。1900年代、イギリス陸軍の下で飛行機の開発に取り組んだ。ダンの飛行機は安定性に優れた全翼機で、イギリス最初の飛行機の一つであった。軍用機の黎明機に、 多くの機種に関わったことで航空エンジニアとして名を成した防和戦争に従軍。独自の時間の理論、夢の理論を提唱した試作家としても知られる。1902年、プレイヤマ噴火の予知夢を見たことで、ダンは時間の性質に真剣な興味を持つようになった。何年にもわたる予知夢と幻覚の実験を通じて、ダンは人間が時間を直線的だと感じるのは 五感がもたらす錯覚だと考えるようになった。ダンは過去、現在、未来の事象は実際には同時に起こるのであって、単に人間の知覚がそれを連続的だと捉えているだけだと主張した。夢を見ているときは、その束縛が解けて過去と未来が等しく容易に知覚できるのだと彼は信じていた。二冊の有名な著作、アンエクスペリメントウィズタイムとザシリアルユニバースは、 以上の思想をより詳しく述べてたものである。意識についての科学的な説明として、なおかつ普遍的な質問に答える理論として、オレダス、ハクスリーや JB プリーストリーのような人物は、この2冊を熱狂的に受け入れた。プリーストリーはこれらに基づいて、タイムコンウェイズ、アン・インスペクタ・コールズ、デンジャラス・コーナーといった戯曲を書いている。また、T.S. エリオットが、 ホーカルテッツの直前に発表したものは、ダンの直接的影響を受けたかどうかは明らかでないが、ダンの時間理論と類似している。岩波イコール、ケンブリッジ世界人名時点では、イギリス最初の軍用機としている。ありがとうございます。